チャンネル登録マジですか。いやそんなことじゃあものすごいですね。いやそれはもうちゃうよ、もう腹すかしてねお腹空いてましてねどうぞ、はい、お邪魔します。はい、でこれがメニュー。メニューこんな感じでして、もうこんなんなかったな前。ダブルチーズバーガーにチーズトッピングせよ。じゃあダブルバーガーにチーズトッピングせよ。あ、こんにちは、いいですか、撮りながら入らせていただいてお邪魔します。初めまして。眠りかな、3年目。あ、来たことあるっておっしゃってましたもんね、うん、中で食べたの。なるほど。あ、これですよ、この間ね、奥さんね、これもいただいたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったんですよ。プリンね、はい、プリンも最高に美味しかった。それ聞いてないけどそれいただいたんですよとりあえず、中座っていいですかね。どうぞ、お好きな席。4年前にね、一回ここで食べたことある。あ、そうなんですか。2回にも1回行ったことある、初めて入ったけど、普通の自分の家に入った感じやん。うん、そう。あ、4年前来た時もあんまり変わってない感じですか。いや、ちょっと変わったね。はい、ありがとうございます。どこ座りましょう。お店の中こんな感じです。素敵ですよ。素敵ですよ、ね、これですよ、これとトミガチーズ、はい、オレンジジュースで、はい、かしこまりました。いやいや。お肉焼きます。はい。部位はチャックロール。肩ロースですね。なるほど。で、それを、まあ、ステーキ肉を手で切って、塩コショウで、こねて固めただけです。だからつなぎは一切入ってないです。だからステーキと一緒です。 120g。 前回最高だったんですよ。ありがとうございます。そうでしいパケットさんの YouTube をぜひお楽しみくださいで、私はもうそこからバトンタッチします。これ直火で焼くと油が下に落ちて煙が出るんですよ、はい、それでスモークされるような感じになるんで、より美味しいですね。今日出たね、アキラの実行委員長を水沢さんがされて、ああ、はい、そうです、はい、取材してきました、ね、ありがとうございます。で、4月の7日まで締め切り伸びたとか、そうそう、で、4月1、2、3、フリーで見学できるのが、はいはい、持ってみました。ありがとうございます、はい、また1週間後ぐらいになるかもしれませんけど、そうですね、はい、アップします、うん、はい。なんともやっぱり完成したとこを見せてやった方がええなっつって、はいはい、ちょっと水入れてもらおう。今回3回目なんで、過去2回食べに来たんで、もうお客さんやん。最初2回とも道迷うね。いや、もう1回で覚えようやん。今日は迷わんかったんですね。今日は迷わんね。文明の力で携帯して、西脇に行ってやるんですか。あ、そうなんですか。つながりがあって、あ、そうですよ。僕ね、ほんま産地がラストスタイルですね。ごめん、すいません。いや、知らんかった。さあ、今から WBC 見て、ああ、ゆっくりしようかな、ゆっくりしようかな、ほんならなんか変なおっちゃって誰やったこの人。変なお茶で、今日私に向けて連絡してましたよ。いや、もうそんなもん覚えてるわけない。せやせや。そう、だからさっきから LINE 出るんですけど、気の毛もつかなくて、そうそう、もう忙しかったんで。そうですよね。土日はやっぱり忙しいんですか。日曜日は休みなんで、はいはい、土曜日は忙しいです。一番忙しいんですね、うん、そうですね。まあ、あとお待たせします。
にちは。YouTube よう上がってるでしょ。そうですね。一回アイドル撮りたいな。中華料理屋とかね。そう。うまいこと撮るもんね。うまいこと撮る。で、この、こういうカンカンカンの音がやたら響いて。パーッと出てきて。あ、うまそうやね、あれ。トミーのチーズは美味しいですよ。カマンベールだけ。うん、はい、すいません。はい、お願いします。うん、おっと、ありがとうございます。はいはい、あ、こちらだ。わっ、ダブルでっかー。ありがとうございます。程度が寝袋状ですので、はいはい、こう横から差し込む感じで。なるほど、はい、ありがとうございます。いただきます。はい、食べ物もお待ちします。はい、ではちょっとこれ取っていい？はいはい、はい、どう取るかな。これ写したいな。これでこうやな。でアップして、でハンバーガーがでっかく見えるように。いやー、いただきます。はい、これ今日はね、コーラ頼んだね。コーラもう自分で入れてくださいっていう形になってます。氷のね、このコップにね。これの 350ml のコーラですね。